よし、話しましょう。お前ら本当に帝国に戻れると思ってんじゃねえよな。そんなことしてみろ。命がいくつあっても足りないぜ。てんてんてん。これはハンフリー。ビクトール。これはビクトール。フリック。デッサーが客と客として迎えるのなら俺も歓迎するぜ。俺はフリック、解放軍の生来フリックといえば俺のことさえ知らないのか。じゃあ覚えておけ、覚えときな。そっちの向こう男、大東のハンフリーとハンチェス、そしてこの俺、生来フリックは解放軍じゃ、解放軍じゃ、ちょっと有名なんだぜ。サンチェスと申します。これはスペイン人か、メキシコ人とか。よろしくお願いします。ごめんなさいね。驚いたでしょ？ビクトールの悪い癖ね。本当なら私たちは敵同士になるのね。ちょっと残念ね。もう終わった。じゃあこの下水道から出ろうか。こっち何もないか。ろうそくとか。この動いているやつ、あ、死んだ。誰だと、山賊か。はい、踏む、邪魔だ。出られない。大丈夫ですか？で、さすがに、伝えない。とにかく、中に運ぼう。ここは、変身しなさい。ここは解放軍のアジトよ。それよりあなた、私に用があるんじゃないの？じゃあ、あなたがオデッサ様ですか？ありがとう、ありがたい。実は、足は清風山に立てこもる山賊の一人なんですか？いえ、山賊といっても、習うのはもっぱら、悪どいやり口。口の帝国のやつらだけです。ところがついこの間、帝国の近衛隊がやってきて、あしらの親分のバルカス様とシドニア様を捕まえちまったんです。バルカスとシドニアってもしかして、静かにしてろ。オデッサ様、お願いです。バルカスとシドニアの兄貴を助けてください。ロックランドのグレディの野郎は親分たちを張り付けにしたまま飢え死にさせようとしているんです。バカな、裁判もなしに処刑するなんて帝国法でも許されてはいないよ。そんなひどいことを。しかし、オデッサ、最近は帝国の監視が厳しい。あまり目立った行動は取れないぞ。一等でが足りないのは分かっているわ。しかし、私たちを頼って聞いたのよ。それを裏切ることはできないわ。僕らのせいだ。僕らには関係ないだな。坊ちゃん、バルカスとシドニアは私たちが捕まえたあの山賊ですよ。僕らには関係ないな。坊ちゃん、ほっておいていいんですか？僕らに関係ないな。坊ちゃん、過去の過ちを認める勇気を人は待たなければいけません。
怒られに関係ないな。おっちゃん、バルクスとシデネは俺のせいだ。俺は捕まえた。僕らのせいだ。僕らのせいってどういうこと？実は任務だった。なるほど、そんなことがあったのか。知らなかったとはいえ、このままに知っちゃおけないような体に。ここはバルカスとシドニアを助けてやらなきゃならん。そうだろ、タイニー。俺も手伝おうからよ。賛成だね。帝国を裏切る気はないが、グレディは許せない。そうですね。グレディの不正を正すのは帝国のためでもあるし。それに坊ちゃんがそうすると言うのなら、私はそれに従います。ありがとうございます。バルカス様とシドニア様はロックランドの軍政官の屋敷で貼り付けになっています。早くしないと非防止になっちまいます。お願いします。親分たちを助けてください。タイニー、私からもお願いします。ビクトールお願いね。ああさ、わかってるって。行こうぜ、タイニー、ロックランドへさ。パーティーに加わったバブルビビクルート、ビクルートか。お願いします。バルカスとシドニアの兄貴たちを早く。タイニー、お願いします。彼らを助けてあげてください。言っとくけど、俺はまだお前たちを信用したわけじゃないからな。ビクトール、お前を含めてな。ハマナクのサンチェス、あ、話せる。あ、アンフリか。お前サンチェスか。サンチェス、ロックランドはデイトの東にあります。ここレオンカンプからは北東かな。北東に当たりますね。真ん中何もないね。下水、うんちとか出る。いないか、あの人たち。ようこそ契約亭にお泊まりなら、一人何十ポッチ朝食も。この人の変の変ね。なんで、もう安全です。あの奴らもういない。これは誰？なんでも帝国に逆らう反逆者が逃亡仲らしいが、まさかお前らがそうじゃないよな。じゃあこのビクトルか。ビクトルの武器固くなるか。耐えるか。はい、ビクトール。5までか。4になりました。5になりました。みんな5になったね。それは。紋章勝たない。それは悪い。じゃあ、こっち出るか。奥に用がない、この町に。右上ね。なんだこれ。モスキートか。これはか。なんでモスキートって。なんで英語か。これ息抜きをする。仕事の息抜きをするために妻と旅行しました。息詰まるような、今日見た映画には行き詰まるような場面がいくつもありました。芋を洗うよ。昨日は祭日でデパートは芋を洗うようでした。右か。任せ。院にこもる。彼には不満が
影にこもっているようです。因果を含める嫌がる、めんどくさいね、これでいい。因果を含める嫌がる友達に因果を含めて奥さんに謝らせました。みんな大丈夫か？ケンチか、この人。コナン、バーベリアンみたい。タイに死んだ。死んでるタイに。戦闘はこのバーベリアンの方がいいか。野党人。あ、そうだな。なんで弓矢戦闘か。ダメ。コーレッツ。この、クレア、なんだ。戦闘。ゴートか。ちょっと回復しようか。食べるろうタイニー。食べ物か薬か飲めタイニー。ロックランド。同じことか。そうさ、ここはロックランド同じだな。ババ、久しぶり。よう、どうだい。そうだな。ちょっとお金足れないかな。多分大丈夫。でも、もうちょっと。はい、行け。全然見えなかった。多分、左、一番左かな。真ん中。難しかった。はい。普通にできない。100ダメ。だーくそ。100って結局定まらない。まあ100簡単ね。遅いすぎるこれ。まあいい練習だろう。100でも1万やる。1万ちょっと見えない。真ん中かな。と、ああ、そっか。噛んでよかった。最初は左だと思った。でも、いつも左、外れから真ん中しようと思った。もう、無駄な時間。遅いすぎるね、これ。そうだな。多分線はちょうどいい速さ。でも別にやりたくない。真ん中かな。それとも右。左。まあ1なんだ。限界はなんだ。算数5かな。じゃあ100超えるかな。ちょっと10万超えるかな。ちょっと見よう。今回ちょっと見えた。右か、それとも真ん中。右、よし。今回もっと遅いか。それは1万か。ちょっと遅かっただと思った。右、それとも左。右か。ああ、両方違う。真ん中。大当たり。大ずるい。大カニング。大正当。そうだ、正当も。成功か。どっちか。成功、正当。超えた。そうか、超える。じゃあ、最後、もう一回。見えるか。真ん中か。どう？右。まあいい練習だな。はい、これは十分かな。10万。もうやめる。悲しいババ。そろそろ貧乏になるか。貧乏になれるババ。なんだ？誰？
殺すぞ。なんだお前らは。用がないなら帰れ帰れ。それとも、あの山賊みたいに日干しにされたいか。わー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 。わー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 。なんだ、クリストになった。クリストの処刑。警戒が厳しいですね。これは忍び込むのは大変ですよ。さあ、このあれに任せときな。こういうことには慣れてるからな。はい、コーナーに任せる。大変だ、大変だ。グレイディ様のお屋敷が火事だ、火事だ。なんだって。あ、簡単だったね。野望人、名前です。ビクトールさん、何をしたんですか、まさか。さあね、ここのところ空気が乾いているからな。この、そのせいじゃないか。なんてこと、坊ちゃん、こんな人のことをみんな、らっちゃダメですよ。ああ、そうか。火事。本当に火事。よしよし。入れる簡単です。うちはもういないか。こっち誰かいる？誰もいない。火事いたいか。あちち。やけどしよう。そうだぜ。こっち出られる。ああ、簡単に出られる。でも鍵がかかっている。なんで。お前誰だ？ああ、敵か。殺すぞ、帝国兵。芋を洗うよ。洗うよ。昨日は昨日で、デパートは今。ああ、そんなに早いか。弱い、弱いすぎる。これは何だ？褒美か。ああ、何か手に入れたかわからん。また弱い敵がいるね。うちは弱者。うん、二人か。陰にこもる。彼には不満が陰にこもっているようです。因果を含める。うん、よしよし。早くクリスト誰？ユダスか。ユダとクリスト。助けましょう。あの人ズボンない。なんで？因果を含める。嫌がる友達に因果を含めて奥さんに謝らせました。大丈夫、タイニー。タイニー、生きている。命の親。失業中。何の理由この部屋。経験集まるためか。それだけ、こっちも部屋。うわ、いって見つけた。骨董品、そっか。これは、あの、検定のやつの家。ああ、まだ弱者。囲んでいるか。うん、弱いすぎる、これ。失業中の私に仕事をくれた彼は、命の親です。命の選択として、一週間温泉に行きました。これはブレイスアーマー。みんなブレイスアーマー持っているだろ。あのバベリンどうだ。ブレイスアーマー持っている。この人。毛皮の服。じゃあブレイスアーマーしよう。立てない、兜ない、ブーツない、とかない。そうだな。あの武器とか。いや、装備、防具、買ってよかったかな。でもみんな弱いから、敵弱いから別にいいだろ。宝箱2つ。700ポンド。1000円。よし。これはなんだ？何か隠していた。これは紋章か。紋章旗か。ああ、弱いすぎるこの人たち。なんで、春橋。春橋ね。なんで春橋？それ武器じゃないだろう。鶴橋。そうだな、鶴橋か。命の砂。入室
産業は日本にとって命を砂です。命知らず、彼は命知らずに車を運転します。犬も食わない。犬も食わない。命たちはつまらないことでこう口論しているけど、犬も食わないよ。カッタークリスさん、元気？ふ、これは、ね、仲間になるか。どうだクリスト、う、何事だい？目が霞んでよく。ああ、てめえらはあの時の帝国のやつら何しに来やがった？俺を笑いに来たのか？そんなことしに来たわけじゃないですよ。私たちだって事情を知っていたらグレッディなんかに力を貸しませんよ。わけがあってね、今じゃお前たちと同じお尋ね者をさ、今助けてやる。ありがてえ。相棒の方もお願いするぜ。な、瞬間にどうか。ふう、その必要はない。てめえシドニア、そんな真似ができるならなんでさっさと逃げねえんだ。ふう、俺一人だけ逃げるわけにいかないだろ。シドニア、てめえ、おい、早いところすら帰ろうぜ。よし、二人の仲間。仲間か。いや、なんだ、客様。どうかな。パーティーがやつ、なんという。観光者と、多分名前あるね。あ、このやつ、多分弱いね。貴様ら、皇帝か。皇帝陛下に逆らい、山賊を逃がした上に、その上、私の家に火を許さんぞ。はい、来い弱者。おお、やるってのかい。腹に据えかねてるのはこっちも同じさ。てめえの目ん玉くり抜いてやろうか。え、その、いや、ふ、俺は八つ咲きでいい。え、いや、その、だから覚えておけよ。このことはクレイズ様に報告して必ず仕返ししてやるからな。クレオさん、私たち本当に帝国に戻れるんでしょうか？さあね。ぼちゃん。ああ、大丈夫だ。人間どんなことがあってもなんとか食っていけるもんだぜ。うん、じゃあこっちから出るか。ババ、お金のババ。これで、あ、銀行か。ババは銀行だな。これで解放軍とやらに借りができたわけだ。な、おでさ、様に。H.M. ババ、伝えてくれるか。助けがいるときはいつでも言ってくれ。バルカスとシドニア、首を揃えて駆けつけますとな。じゃあな、縁があったらまた会おうぜ。あ、仲間じゃないか。人、仕事終わった後は気持ちいいな。さあ、レナンキャンプに戻ろうぜ。タイにもうちょっとだけ解放軍に付き合えるよ。いいだろ。坊ちゃん、レナンキャンプにも取ったらこれからどうするか考えましょう。このままでは。まあ、どうでもいいね。これは安い宿や。休みましょうか。よし。ようこそ、ロックランド、3ポンド。はい、泊まる。30ポンド。
30ポンドかけるなんだ4人そうだな120。まあここで終わりしましょうか。今日はかなり進んだね。いいぞ、悪くない。このゲーム、多分ファイナルファンタジー7と比べたらこれは半分くらいかな。半分くらい、3分の1くらいの長さ。すぐ終わるだと思う。これはなんだ、秘密の、あ、そうだった。あ、このやつ分かれかな、分かれるかどうか。まあいい、たくさんの金持っている。いや、防具や。そうだな、多分まあ分かれるかどうかでも安いから買いましょうか。この人の、まあ、まず売る。このクレヨンのゴミ。誰だ、クジェ、いや、ビッグトール。いや、ブレイ様。いや、ブレイ様じゃない。なんだ、何が欲しい、わからん。ハチマキか。あ、これか。カンガリ帽子。カンガリ帽子。それだけ。マント。いや、コングリ帽子か。トングリ帽子5。はい、コングリ帽子ね。それだけ。装備。カブトン、トンガリ帽子。はい、終わり。今日は終わりしましょうか。それだけだな。はい。秘密腕。よし、ここまで。はい、お疲れ様でした。